ハロー、タチャハロー、こんにちは、シャメイです。本日は脱出ゲーム、雨降る庭をやっていきたいと思います。詳細は概要欄に書いておきますね。というわけで早速始めていきましょう。ニュー。いや、実は脱出ゲームって初めてやるんですけど大丈夫かな。ちなみにこれ何？あ、BGM のオンとオフができると。ボリュームちっちゃかったね。ちょっと上げよう。こんなもんかな？ BGM が、あ、コース消える。はいはい。ゲームに戻る。え、これなんだろう？あ、穴が開いている。オール。オールは触れない。うん。これなんだろう？ん？これは触っても手に取れない。なんか規則的に並んでる感じですかね。こっちはいける？あ、この松明っぽいもののとこにはいけないと。ん？ん？なんだろうこれ。ああ、あ、さっきの覚えてこなきゃいけないのか。これは時計。11時半かな。それにしては単身の方がダイレクトすぎるけど。一応11時半と仮定しておこう。これは何？なんか入ってる。あ、なんか拾った。鍵のかかった箱。詳細は調べられない。他は何もないですね。これも、あー、ナンバーが3桁。なるほど。早速さっきの、これか。緑の、ピンクの、水色。間違えた。あ、開いた開いた。あ、なんだろう。シャベル。あ、あれ ?846。846。というわけで、これかな。8。6。開きましたね。あ、え、待って、南京錠をゲットするんだ。箱の中身は。あ、なんかゲットした。南京錠を再利用する。この銃ってなんだろう。南京錠は、特に拡大はできない。この紙は？ん？指輪かなんかかな。指輪引く。二つの指輪。引く？はて。銃。これっていじれる？時間とかは変えれないか。これはもう意味ない。っぽいな。これ右側が気になるんだけど、右側意味ない。意味ないっぽいな。うん。これなんだろう。謎のくぼみ。なんか拾った。棒。棒。何の棒だ。棒の形状もわからん。円柱なのか角柱なのか。なんかはめるようなところがありますね、これ。はしご。はしごも特に持つことはできん。あ、はしごの段が足りてない感じがするね。いやいや、一段ぐらい飛ばせよっていう。なんだろう。これは関係ない。道具使うのってどうするんだろう。
鍵は未だに手に入れてない。棒。お、あ、掘れた。びっくりした。あ、このアイテムを選択した状態でこう接触すると掘れると。問題は特に刺すものはない。植えるものはない。ここは？え？なんだこれは？これ？え、なんだろうこれ。待って、やることがなくなってしまった予感がする。これって掘れる？さすがに掘れんか。これは関係なさそうだしな。これをどっかで使うんだよね。謎だな。これは、なんともしがたいしな。これなんだろうね。あれ？ちょっと待ってよ。これ切れたりしない？ダメか。なんか硬いカードとかあったらこのネジが外せそうだけど、そうはいかんか。待ってや。この箱も意味ない？なさそうだな。この銃ってなんだろうね。銃。謎である。時計が、針が動かせないよね。動かせそうにないな。ここももう意味ないだろうし。あれ、いきなり積んだぞ。この8の顔も使ったしな。これとか動かせない。触っても動かないな。上にね、明らかになんかあるんだけどね、これ。なんか上光っ光ってるけど、どうしようこれ。取れないな。あ、棒じゃない？いやー、イエーイ。で、鍵を取ると。あ、で、この鍵のかかった箱をどうすんねん。組み合わせとかできないの？誰か。え、組み合わせれないのかなこれ。あと、この状態でこれ選んで、鍵選んで、反応ないな。これ何植えるんだろう。なんかちょっと若干積み気味なんだけど。これなんか奥が気になるんだけど、奥に行けないんだよね。あ、待って、これ一応川っていうか水たまりで行けないってことなのかな。なーる。あ、右側も開いたんだね、やっぱり。なんすかこれは。
これがヒントかと思ったんだけど、違うのかな。いや、なんか他にヒントない？これもあかんしな。これヒントだよね、多分。1で2で分かんねえどういうこっちゃ、どういうこっちゃ。この11時半は何か意味ある？じゃあ11133030が入らんな。この10なんだろうね。分からんな。この指輪みたいな記号も謎だよね。1-2はマイナス1とか、なんかそう、なんか絶対違うよね。これもなんかどうかしたいんだけど、これも謎のままだし、なんやろうね。これシャブルで掘れたはいいけどさ、なんもなんもないよね。待ってよ、この鍵はさ、グレーアウトしてるじゃん、鍵のところは、この間の。ってことはグレーアウトしてるということは二度と使わんと、そういうことではないだろうか。これなんだろうな。絶対違うけど、違うな。スコップで無理くりなんか割る違う。これなんかのヒントだよな。なんだろうな。これも分からん。なんかない？ヒントヒント。やばい、なんかすごい思ったより苦戦してる。関係ないよな。でもシャベルが消え、グレーアウトしてないということはまだ使うということだよね。このヒントがね、全然ピンとこないんだけど。指輪じゃないのかな。ただの棒だしね。これに関しては鍵がかかってる以外に何のヒントもない。軟禁状も別に何のヒントもない。さっきの後これなんだろうな。穴開いてる。スコップでこれなんとかなんない？えいえい、ダメだ。ここ何らかのヒントだよね。これなんだろう。
銃だとする、いや、あの銃なんだろう。銃違うな絶対。待って、じゃあね、11時半、違うな、これなんだよ。多分これもいける謎なんじゃないかなとは思うんだけどね。まさかこれもう一回入れるじゃない。で、8も4も6も入れれないよね。1から4までだよね、これ。なんだろう。こっちは絶対もう関係ないもんね。これ開いたはいいけど、この銃がよくわからんし。これ別に針とか動かせないじゃん。これもなんかのヒントなんだよね。11と6、いや、でも6が入力できないから、これも違うよね。これはもう関係なさそう。早速積んでいる我。もう関係ないよな。これ絶対丸いものはめるくぼみだよね。この階段みたいな、待って、これはしごがヒントなんじゃない？2と4と1、あ、はしごが欠けてるんじゃない、これ。こうだ。よし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 。お、木材を手にしたよ。お、何に使うか分かったよ。ここだ。板をはめるぞ。よし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 。登って。これは、なんだ、これは。葉っぱ？これ変えれないね。へい？あー、わからん。どういうこっちゃ、なんかこう合わせると双葉みたいなマークになるけど、そう、一個解けたかと思ったら、あ、なんかあるじゃない、なんかあるけど、ちょっと待って、逆にね。箱をね、取れない鍵なら、鍵のところに箱を持っていけばいいんじゃないっていうね。そういう。あ、丸いものゲット。他になんか入ってない？いや、グレーアウトした。ということはもう使わない。鍵も使わないのかな？問題はこれがわからんままだわ。しゃあないな。で、この丸いものは明らかに、ここでしょう。あれ？種だったらこっちか。はい、植えた。
待ってよ。なんかこれヒント？葉っぱヒントか？矢印が書いてある。待ってよ。下側がこう下から上に見るとしたら21まで211111とかどうなんだろうな。これこれのヒントではないかと思うんだが、わかったわかった、あの順番通りに押すんだ。ちょっと待ってよ。こう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 、よし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 、なんかゲットした。なんだろう、おや小屋の扉の取っ手、よし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 、小屋の扉に入れるということかな、これは。というわけでちょ今回はここまでにしておきたいかなと思います。おそらく次回後編かな、もしくは中編になるかなぐらいだと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。